新しくしました。こちらの胸マットと顔用の枕ですね。ちょっとももはさん、また寝ていただいた感想もいただければと思うんですけど、結構これ、はい、どういう風になってるかっていうと、こうお胸が苦しくないように、お胸のところこうくぼみがついてますね。それとよくこう低反発のなってるので、沈みがこうゆっくりで、フィット感がいい感じですね。こうちょっともっちりしてるというか。楽しそうですね。あとお顔の方もシリコンのなってて、前よりこう滑りにくくなりました。結構お顔がずれちゃうっていうことが、はい、あったと思うんですけど、ちょっと高さがなくして、柔らかいジェル状のマットっていうか枕になってますので、はい、フィット感が良くて圧迫感が少ない、はいですね。あとまあこの低いことによって首がこう上がっちゃって辛いみたいなのを防いでますので、寝た感じが前よりも楽だと思うんですね。ちょっと前の感覚を思い出していただきながら、ちょっとこう違いを感じてみてください。あと手で触っ、一回ちょっと手で触ってみたりするのもいいかも。あ、なんか、優しそう、この人。優しそう。この人優しそう。はい。じゃあ寝てみてください。中に赤がつくように、ここ、はい、そうですね、このここにおでこくるぐらいです。そうですね、そのままそこで、はい、あ、どうですか。ちょうどいい感じに少し微調整していただいていいですよ。もうちょっと下ですかね、もう若干だけ、はい、そんな感じですかね。どうですか、おでこが気持ちいい。ヒヤッとしてますしね。冷えた。そうですね、ちょっとやっぱ顔とか頭って冷えた方がいいので、蒸れないようにちょっとヒヤッとジェル、シリコン の柔らかい冷たい感じになってますね。これ夏がいいですね。そうですね、汗がつかないし、そうですね、でツルツルしてるので衛生面もいいですね。前のものもビニールコーティングではあったんですけれども、こちらの方が汚れ落ちしやすくて、はい、フィット感がいい。こうちょっと動いても、お顔の方がずるって枕が動きにくいんですね、これね。固定が結構いいし、で平たくなってるので、この背中から首にかけてのアーチが無理がないっていう感じですね。胸マットが結構沈みますので、そう、胸がちょうどやっぱ私みたいな巨乳にはちょうど気持ちよい、はいはい、そうですね、 お胸がねある方もね、さっきの溝のところに入ってるので、上から押された時に胸が潰れるみたいなことが、かなり少なくなってるっていう感じですね。どうですかね、なんか食後とかこういうの辛かったりするじゃないですか、はい、ああ、はい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 、はい、それがなんか改善されてる。そうですね、本来ちょっと食べた後は受けない方がいいんですけど、ちょっとなんか入っちゃってたりとか、お胸が大きかったりとか、ちょっとお肉好きがいい方でも、ちょっとこう沈み込みが余裕がある感じなので、お顔とかね、お背中お腹の圧迫感が少なくなってますね、寝た時に、はいって感じですね。でちょっとではストレッチをやっていきますね。どうしましょう、今のやつって一連の、ちょっと本来タオルこうやってこのようにかけるんですけれども、ちょっと分かりづらくなりますので、タオルちょっと外させていただきます。はい、ではちょっとこのままやらせていただきますね。はい、では今度このももの表側を伸ばしますね。はい、伸びてますか。はい、はい、きつくないでしょうか。あ、はい、はい、でこれもこうまっすぐやると、まあ、っすぐ表側なんですけれども、このようにちょっとこう位置を変えることによって伸びる場所が変わってきますね。はい、ももが、ももが、はい、ちょっときついですか、大丈夫ですか。で今度こちら側、こちら側はあんまり抵抗ないですよね。はい、こんな感じですね。で、これでちょっとこちら側伸びますよね。なんかこれでもうだいぶなんか足の長さが変わっちゃいましたね。こういう、わかりますかね。これで今左足伸ばしたんで、
こういう感じで、ちょっと右より今左が長いんですよね。こういう感じ。気持ち悪い。結構簡単にそういう風に体はなります。右伸ばしますね。はい、右のももの表側伸びてますか。はい。はい。で、こっち内側伸ばしますね。はい、伸びてますか。はい。はい、外側の方ですね。はい、伸びてますか。はい。はい。で、こうしますと腕揃うんですね。かかと。ね、こうピタッときますね。はい、こういう風に。で、あ、そうですね。じゃあ今度ですね、肩甲下筋のところを伸ばしますね。力ちょっと抑えます。はい、肩甲骨の裏側伸びてますか？はい、はい、ちょっとね変えていきますよ。ちょっとずつ角度変わって伸びる場所少し違いますね。はい、痛くないですか。痛い、ちょっと痛い。きつかったですかね。これぐらいでしょうか。はい、はい、あと、両方やっていきますね。ちょっと一旦畳んじゃいます。押さえて伸びてますか。あ、はい、きついでしょうかね。こっちの方がきつい。あ、本当ですか。このぐらいでしょうかね。はい、はい、苦しくないですか。はい、もう一段。気持ちいいぐらいですかね。はい、はい、はい、下ろします、はい、で、お背中ストレッチしますね。背中のストレッチ。はい、いって出ましたね。このぐらいですかね。はい、はい、今度腰の方伸ばしますね。伸びてますか。はい、はい、あ、でもこれいいですね、うん、いいですね。広い範囲がね、伸ばせるのストレッチのね、いいところなんですよね、うんうん、体の矯正にもなりますのでね、こうバランスと骨格、歪みをね、なくしていったりですとか、うん、で、今度こちら側、はい、伸びてますか。はい、はい、肩甲骨のね、弾力といいますか、動きを良くしたりとかにもいいですね、うん、この腰の方を向かって伸ばしますね。はい、伸びてますか。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。2017年3月15日、リラクや花沢の DVD が発売になります。ぜひ皆さん買ってください。ももはさんも参加されています。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。